それじゃあ券売機で切符買うぞ。よし。いくらの切符買えばいいんだ。って、なんだこれ。これ、路線図ですよね。色が違う線がいっぱい伸びてる。全部違う路線の電車ってことか。東京ってこんなに電車があんのか。ああ、東京のでかい駅には電車が何種類も止まってたりするぞ。おお、さすが経験者。影山、いくらの切符買えばいいんだ。わかんねえ。おい、わかんないのかよ。俺が前に東京来た時は武田先生のメモ通りにしただけだ。偉そうにすんな。あ、そうだ、猫又監督の。あった、ファックスに書いてあったぞ。220円の切符だ。よし。220円。おい、最初に押すのはこのボタンだ。それぐらい分かってる。ああ、今全然違うとこ押そうとしてただろ。おいおい、もう喧嘩すんなよ。あれ、ツッキーは切符買わなくていいの？僕はこれ持ってるから。ツッキー、それはスイカ。月島かっけえ。なんでお前がそんなもん持ってんだよ。あれあれ、さっきまであんなに得意げだったくせに、シティボーイの影山くんはスイカも持ってないのかな。うっせ。それじゃあお先に。改札が閉まった。チャージしてください。ツッキー、これカードに入ってるお金が足りないってことなんじゃ。うるさい山口、それくらい知ってるから。なんだよ、お前もそのスイカ全然使い慣れてないじゃねえか。スイカだから。あれ、月島どこ行くんだ。チャージしてくるんだよ。俺も一緒に行くよ、ツッキー。